今日は豆乳の豚汁を作ってきました。豆乳の豚汁はすごい美味しいんですけど、まあダイエットするときにはちょっと注意しておきたいポイントっていうのがあるんですけど、まあその一つ目っていうのが豆乳の種類ですね。まあ、基本的に無調整使うといいですね。なぜかっていうと、まあ、調整乳を使ってしまうと味はね、豆乳の味がすると思うんですけど、まあ、裏見てみると砂糖とか塩分を結構使われてることが多いっていうか使われてるので、まあ単純にね、痩せないっていうのがあるので、まあ、絶対ね、ダイエットしたいっていう人は無調整乳使うのがおすすめです。はい。で、僕のおすすめは、まあ、ずっと、丸三愛の、豆乳使ってるんで、これがおすすめですね。この種類は国産のもので、去年ぐらいに見るようになったものなんですけど、僕はまあ、以前まではなんか白いパッケージの海外産大豆を使った無調整豆乳っていうのがマルサンアイから発売されてたんですよ。タニタ食堂か何かの、コラボ監修されたやつかなだと思うんですけど、それを使ってました。なんですけど、まあ、この国産のものが発売されてからはこれを使うようにしてます。はい。すごい美味しいんでね、おすすめですね。で、そのついでに話すポイントとしては、まあ鍋に豆乳を加える際なんですけど、必ず常温にね戻してから、加えるようにしてください。じゃないとね、凝固しちゃって、あんまり美味しくないスープになってしまうので、まあそこら辺は注意してください。で、豆乳のスープを飲む時なんですけど、まあこれはまあ結構僕がね昔から豆乳のスープ作ってきて感じたことなんですけど、豆乳のスープっていうのは結構まろやかになりすぎちゃって、アクセントっていうか奥行きのない味になるっていうか、ちょっと説明が難しいんですけど、ペラとしたようなスープの味になっちゃうんですね。アクセントがなくて、まあ、ちょっとずっと食べるにはちょっと向いてないかなっていう味になっちゃうんですよ。まあ、そこでそれを解決するために、まあ、僕はねこの豚汁に生姜をね今日は加えてるんですけど、まあ、そうすることによって、まあ、すごい美味しい、まあ、風味的にも、まあ、美味しさ的にもいい感じになるので、まあ、生姜はね入れた方がいいかなって思います。他のスープ作る時には、まあ、唐辛子入れたりとか胡椒入れたりとか、まあ、物によって変わってくるんですけど、豚汁に限っては唐辛子か今日入れた生姜が一番いいのかなって思います。まあ、シチューとかそういったスープ作るときとかは胡椒が良かったりとか、まあ、レモン系の柑橘系の風味を加えた方が良かったりとかするものもあったりしますね。うん。なので物によってですね、今日の豚汁作るとき以外にも、まあ、そういった点を注意して、まあ、豆乳のスープ作ってみると、まあ、豆乳のスープがねより一層美味しく食べられるんじゃないかなって思います。はい。で、まあ、具材に関しては、まあ、基本的に、まあ、一般的に使われているものしか入れてないんですけど、
これは絶対に外さないっていうものが一つあって、それがごぼうですね。水溶性食物繊維、まあ毎回言ってる通りなんですけど、まあそれが取れるっていうことで入れてます。まあ昆布を加えることによってちょっとはね取れると思うんだけど、昆布から出汁を取ることでまあ少しはね取ることはできると思うんだけど、まあ少しだけだとね全然足りないんですよ。その面も考えて、まあごぼうが一番外せないものになってくるので、まあ豚汁っていうとまあごぼうの風味っていうのがね、やっぱりいいの、ごぼうっていうか根菜類の風味かが外せない要素になってくると思うので、まあ、そこら辺、まあ個人的な意見かもしれないんですけど、まあ、外せないものになってきますね。まあその他ここに加えるとしたら、こんにゃくとか一般的に加えるところもあったりしますかね。まあここに白菜とかキャベツ加えてもすごい美味しいと思うので、一般的な豚汁にインスピレーションを持っていかれないで、まあそうですね、ダイエットに必要なものっていうのをまあ入れてみるといいんじゃないかなと思います。はい。で豚肉に関しては、いつも言うように脂質が多いので、まあ、ヒレ肉がね結構少ないんですよ。 100g で 3.7 とか、もうちょっと少なかったかなと思うんですけど、今日使ったのはもも肉だったと思います。はい。まあ、それでもね結構多かったりするんで、まあ、極力ね少しね、肉を蒸してから、鍋に加えるっていうことすると、まあ、脂質がねちょっと落ちて、まあ、それから鍋に加わるんで脂質量、無駄な脂質っていうのを取らないで済んだりするし、まあ、ダイエットにもその分良くなるっていうこともあるので、まあ、ぜひ、時間がある人とか、まあ、めんどくさがらない人は、まあ、そういった食べ方するといいんじゃないかなって思います。はい。まあ、ポイントはね、まあ今言った通りで全部になりますね。まあ豚汁に関してはデメリットっていうのはそこまで、メリットデメリットそこまで語る必要もないと思うんで、本日はこれで終わりになります。はい。では次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。